現在技術的に可能だけど、倫理的にあえて行ってないけど、将来クローン人間作り産業が誕生するとしたら、何年後とかになると思いますか？あとクローンは何兆円ぐらいの規模の産業になると思いますか？いや、倫理的にずっと無理じゃないか。倫理的にずっと無理な気がするな、それは。倫理的にずっと無理な気がする。できるとすればもうめっちゃでかい市場になると思うけども、人間作れるんだからね。さすがに倫理的にずっと無理な気がする。はい、ちょっとリスク高すぎる。本当。条約で禁止されてるかな。あ、そうなんだ。他の惑星に移住するようになったらクローン作りとかするんじゃないだろうか。中国、ロシアは秘密裏にやりそう。秘密ってのも守れないからね、なんていうか、そういうのいくらでもあるけどさ、実はアメリカで裏で開発してて、宇宙からどんだけでもできるみたいなさ、そういう陰謀論みたいなのあるけども、そういうのってできたらさ、絶対秘密ってバレちゃうんだよ。なんか、秘密暴露するさ、人いたけど、なんだっけ。アノニマスじゃなくてなんとかっていうさ、絶対暴露するマンがいたけどさ、FBI の情報とか入って、やっちゃうみたいな人いたけど、結局隠された情報って出ちゃうから、で出たら、なんていうか、公のものになってしまうからさ、情報を隠し続けるって非常に難しいんだよね。嘘をつき続けるのが難しいように、情報を隠し続けるって難しいから、クローンとか作ってるってのはちょっと考えられないね、やっぱり。スノーだよ、スノーだよ。生涯原付か自転車、タクシーの方が生活責任とかですか？まあ、それは得だろうね、間違いなく。車は維持費高いからね。まあ、あんまりでも維持費。